そんなにある？大さじ2入ってる。立てて入れるって、どういうこと？あ、で、この粉、お湯ある？この粉を落とすように。はい。150cc？ うん、150cc。お湯はけんど、ちょっとそれが置いて、並べてから持っていかな。まあ、そういうことよね。いやいやいや。なるだけ真ん中入れた方がいいんで、それ受け入らんきりそうやってこっちからやってる。これもう一袋出さんでいい？とりあえずこれでええかい、今日は量は。やってみろや、それで。うん。それで取ったよ。で、お湯入れて蓋せんといかん。ほんで、4分から4分30やって。150と言ったらこれだよね。うん。入れようか。入れる？そうそう、粉落とすやつ。そうそうそう。ほんで、蓋をして蒸し焼きやと4分か4分30秒。これ蓋、うん、今から4分30秒。よらんってからね。ほんで、何にもつけんでもいいんだね。多分。まあ、ラー油とかつけてほしいんじゃない。いや、もう油これだけ使うっていうの。おつゆ入れよう。うん。4本なんかすぐくるってね。うん。餃子のタレ、そういやなかったの。うん、餃子のタレがなかった、そういや。餃子タレつけんで、普通既製品だもん。まあ、人によるわね。お味がついちゅうき、うん、やつけん。4分30分蒸し焼き、蓋を取って残りの水分を飛ばしながら餃子を飛ばしながら、やっときだから。あ、そうか。蒸し焼きが終わったら蓋を取って2分ぐらい。これはね、うん、70度にならんと、あの、大抵の人もぐらぐら入れるわけよ。味噌汁の話？うん、あの、お味噌もね、酵素がね、うん、もう全働きがどうなるんやと。ほんでね、ほんで卵なんかもそうだしよ。納豆も熱加えたらいかんだしよ。あ、そう。うん。納豆がね、白になるまでやけんてかんと。何を？その血液サラサラの成分があるらしいの。納豆。うん、そんでその混ぜるの白になるまで。あ、そう、白になったら血液がサラサラするってこと。うん、そう、効果がある。うん、で、熱いご飯にかけたらいかんねんって、それも。あ、そう。うん、50ドルってっていう説があるから。いや、今日やりよった。それ見よ、見とって見よった。お味噌汁久しぶりや。なんとか作られた。ほら、ちゃんとおばあちゃん測ってやるよし。うん。ほんで、これ、暑いのは飲まれんということね。全然効果がないやって。あ、うん、酵素がついてしまう。あ、これ、練り用だったらいい。こんなチョコで、6分経ったら開けて水分飛ばすと、水分結構あるね、これ、うん、これ、お湯の結露感じゃない、出ただった火が。火は若なんか開いてない。中火って書いてる。中火じゃなかったわ。火やったわ。おばあちゃん忘れてしまった。ああ、まあ、しゃあない。まあ、ええよ。このお皿入れないと。出てきました。あれ、いや、それパリパリにせんといかんわよ、焦げつくとか。だから焦げつく。
え、それ開けて水分飛ばさんといかんのじゃない？ここまでいったら。これをね、真ん中の水分のほら、そこに塗って、はい、かかる。小麦粉のやり方が正しかったかわからない。おばあちゃんは真ん中、寄せなさいでさっき、ほら。まあ、弱い。これはこれで。ギョッとギョッと。うん、エロ。ね、2回目をきれいにしたらいい。そうよ。おいしそうなよ。あのウスターソースかけてもええんじゃない？餃子にウスターソースが聞いたことない。ほいたら、あれ、たあのバカタレ、いや、俺そのままでいい。ねえ、これは味だと一応もんよ。そのラー油とかなかったらそのままでいい。おばあちゃんだもん、これつけて食べたこともない。うん、味をつけてるからコショウとかね、うん、何にも、もうこれ見てんね。お時間かかります。あ、もういいんじゃない。ね。まあ任せます。これちょっと。うん。ちょっと見せね。これおばあちゃんが、はい。トモコにあの言うたことがね。うん。いかんかった。いや、そんなことないよ。ふってふってやっとったんで、真ん中に入れたら言うてしまった。そんな真ん中入れたってふってやったら変わらんわ。この水分全部飛ばしてたら時間かかるわ。うん。そしたら多分あの、あれできるんやない？パリパリの、そう、あの羽が、そう、うん、あれができない、いかんの、いかんというか、できた方が美味しいじゃん。できたりね、くっついてしもうて、うん、でそうなんだ。まあでも、ええ感じになってきたね。うん、はい、ええわ、もう一つって、うん、もう一つよく食べてみて。餃子はおばあちゃん、昔は好きだったけど、もう今絶対に、いや、これが袋入れてくれてあの、あれ誰かの料理だと思うね。餃子ね、ほんとにこれ入れない感じ、入ってよ、これ入ってよ、入って、うん、これパリパリにくっつくなよ、うん。